ライオス。4つのエリアを駆け抜けるアニアバトルロード。最後のエリアはここの闘技場や。世はライオス。世を倒しこのゴールにたどり着いた者が優勝だ。優勝するのはこの俺だ。今のお前では無理だ。ああ、無、二人の喧嘩を止めなきゃ。最強のガーディアンライオスとの最終決戦、勝つのは誰だ。スペシャルアニアファイト。クレイム、手出すんじゃねえぞ。ディエルタブレイズの連続攻撃。すごいよブレイズ。いや、その程度か。うわ、これ以上我が弟には触れさせん。余計なことすんな。どうして怒るの。あんたに守られんのが嫌で俺は修行に出たんだ。助けなんかいらねえ。ブレイス、なかなかの攻撃だったが次で終わりだ。やめろ。本当に任せろ。おい、てめえが叶う相手じゃ。あれこそが真の強さだ。誰かのために立ち向かう心を。あいつ、俺のために無駄だ。何、説明しよう。ライオンは体の小さい動物に対しては小回りが利かず捕まえられないこともあるのだ。僕の奥義を見せてやる。カワソリュー連続ヒット機関。やれやれ、すごい。遊びは終わりだ。格好つけさせてたまるかよ。足でまといになるなよ。こっちのセリフだ。最強ティラノコンビの誕生だ。二頭ごときが僕もいるぞ。カワウソ、なぜ。説明しよう。グッタは瓦礫を利用しギリギリ助かっていたのだ。やバトルロード、優勝はコツメカワウソのルッタ。まさか世が投げ飛ばされるとはな。くー、兄貴、今度は1対1で勝負だ。楽しみにしている。おい、優勝したら願いが一つ叶うんだよね。それやったらもう叶ってるだろ。そっか、仲直りしたもんね。二人は最強の兄弟だ。こうしてアニアバトルロードは幕を閉じたのだった。はい、エディです。エブリバディ、せーの、アニティビー。今回はライオンのライオス。ライオンが百獣の王と言われる理由はシンプル、襲ってくる動物がいないからなんだ。ライオンのライバルはライオンのみだから、何者も恐れず堂々と歩き、サバンナの頂点に君臨しているんだぜ。キングオブアニマル。ドキドキ始まる、アニアキングダム。さあ行くぞアニア。なになにアニア、アニアにアニア、僕らはアニア。恐竜ワクワク草原、僕らも